はい、こんにちは、こんばんは、コシーです。というわけで本日なんですけども、こちらコアンティングからスタートしようかなと思っております。皆さん新年明けましておめでとうございます。ということでですね、なかなか1月入ってからクレーンゲームの動画出せなかったんですけど、本日はですね、やっと新年一発目のチーターのプライズが出まして、株式会社パレードさんからカニカチューシャトップネーブルみたいなのが出ました。カニカチューシャっていうのが、原作で鎧さんがなんかカニのカチューシャを作ってチーターたちに配ったらなんかブームができたっていう話がありまして、その時に初めて古本屋さんがイラスト化されたっていう、チーターの話にとっては切っても切れないグッズになるんですけど、それがねプライズ化するっていうことで、またパレードさん、まあうまいところ狙ってくるなっていうところなんですけどね。なんでこのコアミ神社ですね、今回の企画ですね、このコアミ神社、実は東京都内で最強のパワースポットと言われてまして、まあ、見ての通りめちゃめちゃ並んでるんですよ。なんか寒い寒いし嵐だ、いやきついな。今回はめちゃめちゃふざけな企画をしようかなと思いまして、いつもだったらいろんな店舗巡ってどんな設定でどれぐらいで撮れるのかチャレンジするのが企画なんですけど、まあ、今回コアミ神社最強のパワースポットにいるということで、今回パワースポットを巡りまくって、そのご利益でクリーンゲームをしたらいくらで取れるのか検証しようかなと思います。パワースポットの力を借りて取るのが一番手っ取り早いと思うんですよ。いろんなテクニックを覚えるよりもご利益でも、そのご利益で取った方が早いんじゃないかっていうのを今回証明しようかなと思います。今まで、ね、まあ、どれくらい並ぶのか分かんないんですけど、まずこの道にやったら、その後も楽しみにおすすめの神社を取りながらクレーンゲームを今日一日していこうかなと思います。では聞いていきましょう。
Yeah.